よいしょっと。おお、先生大丈夫？なんかものすごく疲れてるみたいだけど。平気平気さ。近頃ちょっと仕事が立て込んでいてね。そのせいで少しだけフラフラするけど、子供たちのためにもしっかりしないと。先生ずっとこの調子なの。休んでくださいって言っても聞いてくれなくて。ねえルルアちゃん、ルルアちゃんから言ってあげてくれ。うん、わかった。先生。うん。無理やりにでも寝かさないと休んでくれないでしょ。さあエーファ、今のうちに先生の仕事代わりにこなしちゃおう。ルルアちゃん、じゃあまずは宅配の仕事から。こんな仕事をこなしてるの？うん、それだけじゃないよ。当然育児院の家事だってやってるんだから。うん、やっぱり先生はすごいや。実は気づかれてしまったようだね。まさにその通りなのさ。いやいや、聞いたよ。私の代わりに仕事をしてくれたんだろ。君たちが頑張ってくれているのに、私だけ寝ているわけにはいかないじゃないか。ううん、そんなことないですよ。お願いです、先生。もっと休んでください。じゃないと、体が…いいんだよ。みんなと一緒にいるだけで私は癒されるんだから。それにね、これは私が決めたことなんだよ。先生。さあ、二人とも今日はありがとう。これはお駄賃だよ。私たちは先生のために。それじゃまた。お、先生。先生ったら頑固なんだから。これでいい。またいつ。よし、出かけよう。
し、出かけよう。ドレボン、さーて、どこに行こうかな。さあ、どこに向かうんだい？何するんだっけ？手投げに荒野に咲く一輪の。おー、急っ！うっかり踏まないようにね。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。楽勝！
違う。しっかり勉強しないとね。よいしょ。あー、糸がこんがらがっちゃった。こっちがこうで、生き物から取れる材料だね。大事に使ってあげないと。植物は錬金術の基本。おろそかにしたらバチが当たるよ。ドッカーン。中身はなんだ。ドカンと行くよ。道具行くわよ。てい。それ。ま、当然の勝利って感じかしら。いい引きをしたようだ。これでまた最強の座に。よいしょ。薬の材料だね。苦いじゃない薬もあるのかな。どんより曇ってきたみたい。でもまだまだ頑張るよ。これでどうだ。開けゴマ。道具を使うよ。
じなさ。追い打ち。いい引きをしたようだ。ふふん、また強くなったわね。ドカーン。これでどうだ。すごい神秘的な材料だ。すごいことに使えそう。力を込めて。
これでまた最うんお昼かお腹空いたよご飯ご飯これでどう追い打ち痺れる演出だろドカンと行くよそれそれ追い打ち50さてとうんうん ここはこうすぐに報告できるね。
お出かけになるといいね。特に何もなさそうだけど。演出だろ。ドカンと行くよ。行きなさい。今がチャンス。それ。楽勝楽勝超楽勝。いい。これでまた最強。うん、お昼か。お腹空いたよ。ご飯ご飯。くらえ。ドカンと行くよ。燃え上がる。
注意注意、これは毒。間違っ、何するんだっけ。あ、でも口に入れちゃダメだからね。ドッカーン。準備は OK。 さ、頑張っていきましょう。ここに行くん。何気ないところにこそ可憐な花は咲いているものさ。もちろんただ作るだけじゃダメだよ。最高の材料と最高の技術、今できる最善を尽くして作ってみてね。お姉ちゃん圧力かけるね。ルルアちゃんどう？もちろんやりますよ。今の私の力、トトリさんに見てもらいたいですし。それじゃ、また後で。ふっふっふ、お姉ちゃんは厳しいよ。果たしてルルアちゃんは大丈夫かな？もちろんです。大丈夫なように頑張ってみせますから。うん、よく言った。それでこそ我が弟子だよ。じゃあルルアちゃん、ファイト。50。何するんだっけ。
ろうかな。ビビッとくるのはどれを作ろうか。教えてあげましょう。あのね、おお、なるほど、そんなことが。しっかり覚えておきなさい。
そうかな。うん、いい感じ。こんな感じで大丈夫？これでいいかな。いけるいける。どれにしようかな。これでいいかな。はい、おしまい。レベルアップ。何を作ろうかな。どれがいいかな。うまくいってるね。これでぐるぐる混ぜて、はい、一段落。どれを作ろっか。どれがいいかな。うん、いい感じ。うまくいってるね。これでいいかな。これでいける、いける。特性はこれでいいかな。はい、一段落。これ作ってみたはいいものの、何に使うものなんだろう。ん？おい、いいものを持ってるじゃないか。あれ、オーレル知ってるの？なんだ、むしろ知らないのか。それはだな。というわけだ。そいつを身につければ戦闘がかなり有利になる。探索を楽にするためにも作っておいて損はないだろうな。なるほど、すっごくよくわかった。ありがとね、オーレル。これでぐるぐる混ぜて、どの特性、これで、はい、おしまい。どれを作
あれ、ビルトさん、どうしたんですか？おお、ルルアちゃんか。いやな、創作メニューについて考えてたんだよ。創作メニュー？ああ、前にも言ったろ、俺の夢は師匠を超える料理を作ること。そのためにな、俺は毎日創作メニューを考えてるのさ。へえ、毎日？それは大変ですね。ん？ってことは、さっきうなってたのはもしかしてそのメニューが浮かばなくて？いや、メニューは浮かんだ。それもとびっきりの料理がな。だがしかーし、しかーし、絶対に欠かせねえ材料が売り切れてたんだ。まあ、それでどうしたもんかと頭をひねってたわけさ。なるほど、そういうことだったら私がその材料を持ってきますよ。何？そうか、ルルアちゃんはロロナさんの娘、つまり錬金術師。材料の調達はお手のもんってわけか。ええ、その通りです任せてください、ビルトさん。弟子同盟としてビルトさんの力になりたいんです。おお、すまねえすまねえ。それじゃあルルちゃん、悪いが頼んだぜ。はい、頼まれました。待っててくださいね。今の予定は、どれに、おお、ルルアちゃん、まさかそい、はい、ビルトさんの創作メニューのための材料ですよ。多分大丈夫だと思うんですけど、どうですか？色は申し分ねえな。十分新鮮なことを表している。香りも、それ以外も、ああ、高品質の材料だ。これならいい料理が作れそうだぜ。ありがとな、ルルアちゃん、助かった。いえ、よかったです。でも、ビルトさんって材料のことを詳しいんですね。そりゃあな、料理ってのはまず材料選びから始まる。いい料理を作るにはいい材料からってな。だから材料の目利きは、それに毎日図鑑とにらめっこして勉強もしてる。これも師匠を超えるためだからな。おお、フィルトさん勉強熱心なんだ。私も見習わないと。何言ってんだ。これだけの材料を用意できる時点でルルアちゃんの目利きも大したもんだぜ。つうわけで、お礼の意味も込めて創作メニュー食ってく。え、いいんですか？
じゃあ好きな席に座っててくれ。とびっきりうめえ料理に仕上げるからよ。なあ、ルルアちゃん、卵は好きか？あ、はい、好きですよ、ゆで卵。そうか、じゃあよ、めちゃくちゃうまい卵の噂、教えてやろうか？めちゃくちゃうまい？はい、ぜひ聞きたいです。その卵はスタルハング球場っていう場所で取れるらしいんだ。大きくて味も濃い、そしてどんな味付けにもよく合う最上の卵だがな、何の卵かわかんねんだ。え？うまい、うまいんだよ、この上もなくうまいんだ。だが正体がわからねえ。そのせいで市場にも流通しない幻の卵、誰が呼んだか、あれの卵。あれの卵、あれって何なんですか？わからねえ、わからねえからあれなんだ。分かっちまったらあれじゃねえだろ。それはそうかもしれませんけど、あれって、気になるな。ま、さっきも言った通り、味に関しては一級品だ。興味があれば取りに行ってみたらいいんじゃねえか。はい、わかりました。あれ、あれか、あれ、あれ？何するんだっけ？Thank you.
またな。そういうことか。出かけよう。うんうん、なるほどね。今日も。
また。依頼はこれこれ。数は足りてるし、すぐに報告できるね。行き先はあった。